ちょろみ久しぶりか。久しぶりです。久しぶりですね。キンキンさんタコありがとうございます。ラブ。1月ももう終わりだよ。そうだよね、早いよね。もう終わりだ、早いなあ、あっという間出ないんかいそうそう、髪の毛ストレート、そう、なんか前髪が伸びてきましたね。前髪すぐ伸びやすい。悩みでたくさん目あったりファンさんもらえたような気がして嬉しかった。ありがとう、楽しかったですありがとう。いつのライブだろう、特別公演。飲み会中こっそり見てる飲み会中ですか。やばい、前髪なんか長いな。お疲れ様です。バッツンに前髪切ってあげる。ちょうど暇してたんでありがとうございます。ありがとう、来てくれて。ゲリラですけど、福岡でラーメン食べてる。いいね、ラーメン食べたいな。ラーメンね、豚骨ラーメン食べたいな。8億年ぶりにあゆみの愛心来た。本当に8億年ぶりそんなそんな疲れちゃう。今から焼肉行く。いいな、焼肉いっぱい食べてきて。お肉おいしいよね。コラボさんの MV 見た、見ました。すごいね、なんか意外な展開だった。すごい可愛くて、なんか尊い、尊かったですね。宮島あゆみで始まりました。あゆみで始まりましたあゆみで始まって今誰が好きなんですかねハンバーグ食べに行ってきます。おお、何ハンバーグを食べるの。ハンバーグいいね、ハンバーグいいですね。シンシン、シンシン美味しいよね。シンシン美味しい。雪大丈夫ですか。雪大丈夫です。雪ね、なんかすごいすごかったよね。雪寒い、最近寒い、最近寒い、毎日ね最近本当に寒い、寒いですね。ふみちゃん前髪固めて、そうだね、なんか固めてる時はケープ、なんか黒いケープとなんか紫のケープを気分によって変えてシャーっとやってる。こんばんは、こんばんは。雪似合いそう、雪似合いそう、いいね、雪似合いそう、嬉しい。
ゆずきさん、星さんもありがとうございます。神神アリス来てるアリスアリスなんか前も来てくれたよねやっほー。テスさんハートありがとう。なんかそうだね、寒い、最近はとにかく寒い、寒いなっていうのがありますね。こんばんは。アリスが来てる。お話し会が当たりました。わあ、お話し会、お話し会ね、お話し会したいですよね。千原さんは褒められるの得意、褒められると嬉しい、怒られるよりは全然得意って褒められるのが得意か。でもなんか褒められ続けると嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、なんて言っていいか分かんなくなるあるし、星投げてありがとう、星投げてくれて。褒められすぎると本当に思ってるって、ね、なるよね。でも嬉しいよね、褒められたら。はるちゃんありがとう。アリスと同い年え、アリスとは何個離れてるっけ。3つ、いつも応援してます、ありがとうございます、ありがとうございます。かわいい、さきちゃんありがとう、かわいい。なんかすごい今日はでもなんかオフって感じなんですけど、アリスと普通にね、この前はディズニー行ったけど、ご飯も普通に行きたいね。紅茶レモンさんありがとうございます。褒められすぎて何でいいか分かんなくなるの分かる。でもあゆみちゃん可愛すぎて、あゆみちゃんありがとう、褒められると嬉しい。何食べたい、何食べたいだろうな、ご飯って。まあ何でもいいけど何でもいいけど。このリスサイズガチで、え、そうなの。なんかサイズのさ、サイズめっちゃ好きだったんだけど、なんかサイズの地中海風ピラフっていうすごいお気に入りのメニューがあって、それがなくなっちゃって、なくなっちゃっててね、最近はサイズあんま行ってないな。
めちゃめちゃ好きだった。地中海風ピラフだっけ、名前合ってるかな。あれさ、何時上がってんの。本当だ本当だ本当だ。9位にいる。おもろいよ。ちゃんと寝てるもん。なんでなんかちょっとさ、やばいよね、クマできてるよね、黒いよね下まぶた。アリスが行きたいところ行こう。ご飯は アバターかわいい、かわいい。あゆみもアバター変えた方がいいかな。レインボースター投げてくれたの、ありがとう、ありがとうね、本当に。9位に9位に今これをみんなスクショしてください。アリスが9位のうちにパシャッと。サイズの地中海風ピラフが。アリス星投げてる、飛んでる。ショールームのねキノコめっちゃ可愛いよね。投げてる投げてる、ありがとう、嬉しいよ。アリス頑張ってる。頑張ってる、可愛い、めちゃめちゃ。あ、壇上じゃなくなっちゃった。壇上の下に今いる、真ん中に。アリスありがとう、本当に。ぴょんぴょん。推しじゃん。嬉しいね、可愛いね、癒されるね。キラ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 。ふみたん、レインボースターありがとう。好きな食べ物は何？好きな食べ物は何だろうな。あ、シーフード、魚介類とかそういうのが好きだな。結構かわちぃ、チキチキ、ラブリーちゃん。このあと途中でご飯食べに行かなきゃいけないのが悲しみ。ご飯楽しんでね。アメンちゃんありがとう。ワンワン、おおふおわた屋さんかな。だるまありがとうございます。古刹から1週間経つのやばすぎ。確かに1週間経つのやばすぎ。
早いね、コサツ楽しかったな。楽しかった。どうしたんだろう。キンちゃんこんばんはって言われてる。でもキンちゃん寝る体勢、もうなんか自分の体に顔をうずめておる。あっという間に2月来る。そうだよね、あっという間に2月来る。まさひこさん神ありがとう。わたるさんラブ。アバター、自分もアバター変えてみようかな。キンちゃんも寒い寒いだね。そうだね、寒い寒いだね。スイートシックスティーン聞いて選手あげてる。スイートシックスティーン本当に可愛い。曲だよね本当に。スイースイースイートシクスティンか。暖かくしてあげて。暖かくねしてるんだけどね、やっぱどうしてもね寒いよね。最近は寒いですね。でも夏より冬の方がいいな。なんか夏ですね、暑くて。暑いと月苦しい。パンになりそう。初めまして、初めまして。再生回数71万回。すごい、本当だ、すごい。コメント欄疲れてるのか全然知らない子たちなのに愛おしくて泣けてきた。めっちゃ疲れてるやん。一緒の人がいて安心しました。自分は前までアイドルなんて何が楽しいんだと思ってた人なんですけど、ライブに一回足を運んだらなんかいろいろ頑張れるようになりました。おすすめです、これは本当。コメント欄おもろい。神神ありがとうございます。ね、こういきなりこう涙がね出てきたりするんだよね。こういうこうスイートシックスティン元気でねニコニコ笑ってるような MV 見ると涙が出たりそういう人もいるんだね。ちょっと情緒不安定だけど、まあ疲れてるんだろうね。おもろいコメント。白セッター姿も可愛い。やったー、キュー。
感動を与えてるんだよきっと。ドレス並みに綺麗すぎて本当に、もうドレスの時にめちゃめちゃ、あ、カイトさんありがとう、コマちゃん、キューピッドありがとうございます、ありがとう。ドレスの時に、ドレスのシーンの時に結構ね、寒かったんだよね、寒かったからもう手とかも、もう冷たくなってる状態でその冷たい手を利用してね、アリスにこうちょんって触ったりしてたそしたらね、アリスねなんか睨んでたいたずらをしちゃいました、可愛かったので。マキマキさんありがとう、ペンライト可愛い、ですすか、いたずらっ子ぬいたさんありがとう、たこちゃんいたずらかわいい、いたずら楽しいちょっといたずらね好きですね。トリガートリガーの意味を知らないか、アリスをこう、そう、ちょっと怒ってましたね。イエーイ。楽しんじゃんね。愛しくステイバーディこの週会話ではトリカが流行ってる、あみちゃんきっかけで入場してる人もいるね、本当にここにいるから謝っとこう、あの時はごめんね、アリスティン、アリスちゃん、アリスタン、引き金引き落とす、この空が引き金ってことか。トリガーの MV ね、本当に素敵でした。愛に対しての演技うまい、え、演技新曲なんて読んでるの、スイート16ってそのまま読んでる、僕のトリガーさんこんばんは、こんばんは、2月の準備進んでる、2月の準備進んでないよ、全然何もしてない2月の準備とかある、そんなのしてる、みんな、キーちゃんはトリガー、キーちゃん、こんばんは、こんばんは、粉を見つけた時の演技、ああ、ドレス着てて
コナンを見つけた時の演技は結構何回かやり直しましたよ。あれはカイトさんありがとう。クマちゃんキューピッドありがとう。そうそう、コナンがコナン、あ、コナンが来たみたいな演技はなん、2、3回ぐらい前やり直したかな。神神、仕事戻ります。お仕事頑張ってね。頑張れ。演技上手全然本当にね、演技できる方本当に尊敬する。すごい。あ、ケーキね、そう、あの大きなケーキね、みんなでね食べましたよ。あ、全部食べて、ちょこっとだけなんか食べましたね。美味しかった。ルイルイさんありがとう。授業中に回します。あと1週間で春休み入るから MV 見まくるね。たくさん見てね。すごいね、71万回ってすごいな。ワンツーティーティータリキティちっちゃ、振りもかわいいね。振りもね、かわいいよね。寝る前毎日見てる。本当にありがとう。めっちゃ見てくれてるやん。でもなんかスイートシックスティーン、なんか明るい曲だから寝れなくなりそうだけど。神 MV 撮影は1日。そう、1日でね、すごいね、1日で。まあ結構キュッとね、スケジュール。フォローしました、ありがとうございます。ありがとうございます。キバゲンには持ってこいだよね。だよね。これ16ってしてるんだよね。どっちが前だったっけな。ウィンクだって重いね。ウィンクだってあまりね、ね、ライブでね盛り上がる曲ですよね。なんて略すればいいですか。スイートシックスティーン、スイシク、スイシクとか
明日試合あるので応援してください。コウタロウ試合頑張って。何の試合だろう。ファイティン。右目でウィンク。アミジャのウィンク自然すぎて作って嬉しい。なんか昔何回もねウィンクこうやって練習してたらまあちょっとできるようになった。昔は本当にできなくて。勝手に 16?16?16?16 って言ってんの。え、そうなんだ。そうなんだ。16って言ってんの。たかしありがとう。こんばんは。頑張ってください。ありがとう。16。スイート16とか。早くにあじゅいちゃんライブ行きたい。行きたい。次は2月だよね。2月の12日最初の平平で、あみちゃんがど真ん中にいるのお気に入り。あれはコナーを隠してますね。へいへい。スプラやられたりしてしますか。スプラトゥーンしてないですね。結構ゲームやってないかもしれない。おめでとう。招待状は授業中に回します。すごいすごい夢を語る。ポップコーン重りの振り付け超かわいい。ポップコーン重り振りね、結構まあ難しかったです。16歳になったばかりのドンピシャな今日来たってなってます。嘘やん。アリスも16。そうだよね、アリスも16歳ですね。ねえ、16歳、本当に16歳を、貴重なね16歳楽しんでほしい。イエーイ。16ってめっちゃ若いね。ね、若いね。でもみんな16歳の時あったんだよ。ね。あっという間だよね、本当に。あゆみん幸せ。幸せか。幸せ。みちゃんもラストティーン楽しんで。そうだよね、ラストティーン。そうだ、ラストティーン。ティーン。でも結構楽しめてる気がする。今を楽しもう。
しいハートありがとう。ラストディーン、そんなこと考える間もなく終わってたな。そうか。おがっちさん、ハートありがとうございます。たかしバラありがとうございます。自分は欲しいですが毎日楽しめて、なんだろうねこれ、なんかよくコメントで欲しいになるのってさ、何基準で欲しいになるんだろう。可愛くて初めて来ちゃいました。来ちゃった、嬉しい。初めまして初見さん。おっさんが星に、おっさんって言葉が星に、星の基準結構厳しい。面白い。 NG ワード多い、多いよね。20歳になった瞬間お酒飲むの配信怖いな。お酒、カタカナのセーフなの、あーカタカナのセーフ、へえー、そうなんだね。ひらがなだったらあれになるんだね、星になるんだ。アンパンマンも星になる。お父さんの娘が激推ししてます。めっちゃ超孤独ライブ聞いてる。おお、かっこいい娘さんですね。超孤独ライブいいよね。かっこいいよね、超孤独ライブ。やっぱほんといい曲だわ。アンパンマン、セッキーありがとう。神、神、ちょっとくらいはライブで見るべき曲、確かにそう、ライブの曲って感じだよね。迫力のあるかっこいい曲だよね。超孤独ラインとシースイート16、息キスって聞いてる。こう交互にこう。いい感じ。ブラジルもねすごいよね、元気出るよね。なんか本当にもうなんか悩んでる時というかね、こう辛いなっていう時に聞くとね、涙出そうになるような曲だよね。励ましてくれてる感じ。ほら笑ってって言われた、自然に笑顔になる。
いいね。こんばんは。こんばんは。食欲レモンさせて。うまそうね。キイちゃんはなんかご飯食べたりしてる。パフォーマンス好きです。嬉しい。パフォーマンス好きですってなかなか言われないのでありがとうございます。キイちゃんはラテフラジルが一番お気に入り。そうだね、今のところそうだね。でもどの曲でも頭振りそうな気がする。ほうほう、パフォーマンスめっちゃ良かった。この1位ずっかけて本当に嬉しいですね。手足の動きキレがあって素敵すぎる。本当にキレないよ。ダンス上手い人、すごい上手な人ね、憧れる。かっこいい。お疲れ様です。お疲れ様です。チャケンです。はじめまして。あゆみん、キイちゃんとライブ連番してみたい。キイちゃんね、頭はすごい振るからね。かっこいいって言われたら嬉しいですね。しなやか。遊びに来てよ、ヤッホー。ありがとう、遊びに来てくれて。ダンスって難しい。宮城でダンスうまいと思うの。やっぱリコとかかっこいいダンス本当に。なんか同じ振りを踊っててもやっぱかっこいいんだよね。すごい。コノアもすごい、めちゃめちゃ上手。みんな上手だけど本当に。愛ちゃんとかも本当にうまい。かっこいいよねやっぱダンス。レノンもうまいよね。表現がすごいかっこいい。アリスは観光管轄はない。いっぱいあるよ、見せれるわけないじゃん。めちゃめちゃ観光管画像は本当に面白いね。
ニア充かっこいいメンバー多い。確かにニア充ってなんかかっこいい系の。ね、なんかでもかわいい感じの子も多いけど、ね、どっちもいけると強いよね。ディズニーの写真いつかね載せれるようになったらいいね。うーん、パソコンでニアジーの動画を流すとうちの猫ちゃんが言ってくる。推しメンいるかな。ね、なんか推しメンがいるのかもしれない。猫ちゃん、にゃん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 。猫ちゃんってめちゃめちゃツンデレじゃない。猫ちゃん好きな人多いよね。アイドル可愛いもかっこいいもできる最強アイドルだと思います。アイドルってね、なんだろうね、なんかアイドルってなんだろうって思う時ある。たまにアイドルってなんだっけ、分からなくなる時あるよね。可愛い、好きな顔してる。好きな顔してる。メイク好き、やった。犬派猫派。でもなんか動物全般好きだね。だから動物のあの幸せを願ってます。動物が平和に幸せに暮らせることを願ってます。私は「キラキラしてたらアイドル」。じゃあ「キラキラしてなかったらアイドルじゃない」。難しいね。鳥派。遊びに来たよ、ヤッホー。人間ってなんだろうって思う時ある。確かになんだろうってね思う、そういう時期あるよね。レッサーパンダでいっちゃん可愛い。レッサーパンダ可愛いよね。凶暴らしいね、あの顔で凶暴、ギャップ。インドア派、アウトドア派、インドアだね。みんなはインドア派、アウトドア派。インドア派、アウトドア。なんか外に出るの勇気いるわ。なんかアライグマおすすめです。可愛いよね、めちゃめちゃ可愛いよね。だいぶ行くがインドア。なんかアウトドアの人でもなんか羨ましい、楽しそう。冬はインドアになってしまう。あーでも夏ももう外は暑くて出れないってなる。夏の方が外は出れないなってなりますかね。インドア派多いかも。あゆみに合わせてる、みんな。合わせてるかな。
冬は寒いし春は花粉だし夏は暑いしもう全部ね、全部ね引き継いね。この間妹がサイン会って喜んでました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。鍋にしよう鍋いいね。合わせちゃいけない、みんな流されるなガチのインドア。あゆみちゃんに呼び出されたらアウトドアします呼び出し呼び出されたっておもろい。おうち最高。ジェットコースターか化け屋敷だって。それもほんとずっとどっちも無理で、おりちゃんラブありがとう。どっちも無理で、ほんとに考えて考えたらお化け屋敷の方がマシかなって思う。やっぱジェットコースターの絶叫系のなんかあの乗る前のドキドキ感がもう泣きそうになるよね、怖くて。指出すの意味想像できない、来いってそう、なんか富士急のさ、なんかジェットコースターの動画が YouTube にたくさんあって、それを見てたらなんかさ怖っって死ぬんじゃないって思うもん死ぬくないって思う普通に。だからその絶叫系行ける人とか羨ましい、それを楽しいって思える人は羨ましいなと思う。富士山かなり高い。 A じゃないかやばくない人死ぬやんって思うなら化け屋敷の方がいいかな。でもお化け屋敷も誰かと一緒に行けないと無理かな。アリス絶叫系平気。そうそう、アリスは絶叫系平気だね本当に。でもなんかそんな感じする、なんかこう絶叫得意なオーラが出てる。アリスとディズニー行った時はセントアブジアスに乗って、でもセントアブジアスって絶叫なのかな、そこまでだよね。逆にお化けを脅かしそうお化けを逆に脅かすいいねそれ、いいね。富士急のドドンパ、ドドンパ、最後に落ちるだけって感じ。ああ最後にシュッと落ちるだけ、確かにすごいスピードが速くなって。ユニバのフライングダイナソーは本当にやばいよね。もうもっとなんかフライングダイナソー動画とかで見るとさ楽しそうな、動画ってさその怖さが伝わってこないよねこっちに。だから全然いけると思って、緩い感じのね乗り物だと思って乗ったら死んだ、もう
声も出なくなった、怖すぎて。富士急何がジェットコース、富士急何かジェットコースター、東京タワーから落ちるからね、衝撃らしい。怖い。このなんか絶叫系のこの登ってるここが怖い。ゆっくり登ってこうプスみたいな。来月ユニバ行くから初ダイナソー楽しみ、楽しんで。楽しくなれる人が取るからね。そうだよね、そうだよね。ソアリンは怖くなかった、ソアリンは怖くはなかったけど感動した。すごい世界は広いなっていう感動系でしたね。ディズニーのスペースマウンテン、めちゃめちゃ怖くない？あれ、高いところは大丈夫だけど、ジェットコースターみたいな激しい系は怖いなっていうタイプ。なんかずっとなんかショールームでアトラクションとかの話ばっかしてる気する。首持ってかれる。ビッグサンダーマウンテンしかまでしか乗れないね。あれもなかなかね、なんか速いよね、スピードが。暗闇絶叫やばい。やっぱ暗闇の方が怖いのかな。なんか明るい方も怖いよね。暗い方がなんか見えなくていけるかなと思うけど、どっちもまあ結論怖い。ハリーポッターのテーマパーク来たいいね。ハリーポッター、海外のハリーポッターのなんかアトラクションに乗りたい。ジェットコースター心臓がキュッてなりますよね。そうそう、体があの浮いてる感じがね。回転に合わないのが一番怖い、苦しくなる。楽しいけどね、結構ああいうの激しくはないから。でもなんかやっぱこう暗いね感じがね怖いのかな。お疲れ様です、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。かわいい。フラッシュマウンテン怖いんだ。怖いんだね。ジャンボーリミッキー、ジャンボーリミッキー。ではそろそろスクシタイムします。
サイシーありがとう、ありがとう。みんなもいきなりゲリラ配信に来てくださってありがとうございます。16のポーズ、どんなポーズだったっけ。ライオンポーズ。アリスまだここにいる、アリスまだいる。鬼ポーズ。家族でしゃぶしゃぶ食べてた。いいね、美味しいよねしゃぶしゃぶ。見えないね、離れないと見えないから。まあこんな感じで月とりあえず持ってる星全部投げておく。ありがとうマーチ、ありがとうね。出遅れ制限もうゲリラで見せたからね、ごめんねゲリラでしたから。でも嬉しい、ありがとう来てくれて。本当にね来てくださった方ありがとうございます。では壇上ランキング見ます。実際真夏の奇跡、セッキーさんパチパチ、12位サクサクさんパチパチ、11位渡るさんパチパチ、10位 TM マンさんパチパチ、9位たかしさんパチパチ、8位ルイルイさんパチパチ、7位オリちゃんパチパチ、6位フミタンさんパチパチ、5位おわたやさんパチパチ、4位これはゆうなちゃん出ますかね。合ってないかもアリス36位、ありがとう本当に。ゆうなちゃん、ゆうなちゃんプチプチ、3位カイトさんプチプチ、2位ゆずきちさんプチプチ、1位はドゥルルドゥルルン紅茶レモンさんです。パチパチありがとうございます。本当に今日は来てくださってありがとうございます。皆さんありがとう本当に。パチパチパチイエイお疲れ様でした、ありがとうございます本当に。めちゃめちゃ楽しかったです、ありがとう。最後にフォローよろしくお願いします。あとなんか宣伝すること、
そうね、寒い日が続くのでね、体調には気をつけてください。あ、スイート16たくさん見てください、たくさん見てください。私もたくさん見ます。ではでは、本当にありがとうございました。バイバイ。たくさんギフトも本当にありがとうございました。ラブチー。お話し会の支払い忘れずに。そうだね、それはね、忘れずにですね、最後にフォローよろしくお願いします。ツイッターもショールームのフォローもよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうみんな。またショールームね、また今度します。神ありがとう、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ、ありがとう。